それでは先にお知らせいたしました通りです、本日、記者会見ということで、皆さんにお手元の方の資料ですけれども視聴コメントということであらかじめお配りさせていただいております。これより、約15分程度質疑応答という形でですね、よろしくお願いしたいと思います。それではまずは患者さんの方からご質問という形でお受けしたいと思います。朝日新聞です。よろしくお願いします。今回熊本城ホールの条例が提案されたので改めてホールにかける期待っていうのを教えてください。熊本城ホールに関しましては今回、条例ということで正式に、設置のその条例ということでありますけれども、これから、熊本も復興に向けてですね、さまざまな今、枚数関係の誘致も、もうすでに始めているところでありますけれども、やはりこうしたものの、その受け皿というもの、今回被災をしたことによってですね、またそういう復興につながるようなですね、そういう、施設になるようですね、これから具体的にですね、利用を皆さんにしていただけるようにですね、着実に準備をしていくということで、今回条例を提案をさせていただいたところでございます。で、いろいろと運営等々についてもですね、できるだけ皆さん方に利用しやすいような、環境を作っていくということが必要だというふうに思っておりますので、今回、開業の日ということで、一応、平成31年の12月1日の開業を目指していくということで、今回、指定管理者の公募等をですね、行っていくということでございます。ありがとうございます。警備です。よろしくお願いします。みなし仮設住宅での当初想定を1250件上回って1万7000件になったということで、経費の方も多く予算を乗せられたかと思うんですけれども、そのことについてどのようにお考えでしょうか。民間賃貸住宅の借り上げ等々も含めてですね、この見出しの住宅、いろいろと期限もですね、いろいろとある中でですね、皆さん方がこれ住宅をこう再建するという中で、そういうニーズが非常にあるということもまだ現れてあるというふうに思っております。で、ただこうしたですね、住宅を再建する皆さん方がですね、そういう、いろいろと今後、伴走型のですね、7月から始めましたけれども、やはり我々としては今のその皆さん方のその復興、生活を再建するですね、家庭がどういう状態なのかというのをやっぱり状況丁寧にですねお聞きしながら、そして本当に伴走型、いわゆる、一緒になってですね、そのやっぱり被災者の皆さん方の状況というのはかなり、人によって違いますので、その状況にできるだけですね、合わせた形での支援を行っていきたいと。ただ原則的にはこのみなし仮設も含めて仮設住宅も含めてですけれども、まだ多くの方がですねお住まいになっておられます。一日も早くですね先の見通しがこうできるようなですね、そういった支援をですね我々としては精一杯行っていきたいというふうに考えております。その先の見通しなんですけれども、今後の展望というのはどのようにお考えですか。まず7月からですね、伴走型の、そういう住まい確保のですね事業をスタートさせましたので、その相談状況をしっかり、見極めながらですね、これからの必要な支援をまたさらにですね、どういった具体的な支援が必要なのかということを、より行っていきたいというふうに思っております。それから仮設住宅の期限としては法的に大体2年ということで、
の定められています。まあ、我々は県に対してはですね、あと1年ぐらい の期間が必要だということでの回答はしておりますが、まあ、あとは、県と国の方でですね、まあ、いろいろと、協議がなされていくというふうに思います。ただいずれにしましても、一日も早く皆さん方がですね、この先の本当に見通しって今言いました、なかなか立たない中ですけれども、その中でじゃあ具体的にどういうところが、今ネックになっているのかということをですね、一緒にこの熊本市としてはですね、被災者の皆さんと、本当にまさにこれが寄り添いながら、考えていくということになると思いますが、そこを一つずつ乗り越えられるように頑張っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。それでは他の社から議案に関するご質問では、熊本城ホールで、はいはいはい、使用料であったり、新しいその上でいろいろな項目があるんですけれども、はいはい、これからその全国同様の大きなこういった施設と競争をしていくということになる中で、どういったところにこう意を用いられたんでしょうか。そうですね、まず一つはある程度ですね、まあ、料金設定も含めてなんですが、これ指定管理者がある程度幅を持って、この設定、料金設定ができるというところが非常にポイントになると思います。まあ、そこはいろいろとこの条例においてはですね、使用量の約この 1.5 倍の範囲内でこの料金を設定をすることができるというふうにしておりますので、指定管理者がこの料金設定の幅をこういろいろ持たせられることによってですね、まあ、例えば他の施設の競争をするという場合、コストでの競争の場合は、そういったところでの優位性も、いろんな形でですね見られてくるのではないかなというふうに思っております。で、まあ、全体的にはですね、やはり全国での、まあ、いろいろなさまざまなこの施設が今できているところでありますけれども、訪日の観光客も含めてですけれども、海外から日本を訪れる方々が非常に多くなっているということを考えますと、例えばそういう国際的な、イベントであるとか会議であるとか、こういったものもですね、やはり戦略的に、これから受け入れるということをですね、かなり意識しながらやっていかなければならないというふうに思っておりまして、まあ、そういう中で、今回、この熊本城ホールの、設置条例をですね、早く出して、そして、まあ、いろいろな詳細なことをですね、まあ、完成までの間、そして開業が、まあ、平成31年の12月ということで目標にするということでありますので、まあ、それまでの間にですね、より具体的な取り組みができるようにですね、頑張っていきたいというふうに思っております。それからあと、他の施設の例えば九州各地で言えばですね、やっぱりオール九州で、そういう、枚数、イベントや会議、こういったものをですね、誘致するように各自治体のそういう場合関係者の皆さんともですね、やっぱり協力しながら、例えば福岡や鹿児島や長崎や大分や宮崎、いろんなところのですね、各地の施設との連携というのがですね、今後はポイントになってくると思います。ですので、そういう意味では今回、まあ、条例案が可決をしてですね、より具体的にスタートするということになれば、特にそういう各他の他県や他の施設との連携で、まあ、オール九州でですね、このマイスを誘致できるようなですね、まあ、そういった取り組みも今後必要になってくるというふうに思っております。ですから、まあ、競争と協調というのが一つキーワードなのかなというふうに私自身は思っているところです。それではこれをもちまして、ご注文ください。あさって24日から始まったので、よろしくお願いします。ありがとうございます。